赤木朝日赤木朝日12月16日から1963年6月28日は日本の内務官僚岡田内閣の内務次官県知事岡山県出身赤木頼太郎の次男として生まれる郵便局で勤務し関西中学第六高等学校を経て1912年7月東京帝国大学法科大学政治学科を卒業 同年7月、内務省に入り、山梨県属となる。同年11月、文官高等試験に合格した。1914年5月、山梨県理事官に就任。以後、岐阜県私学館、内務省警保局事務官、内務書記官、警保局図書課長、同局保安課長、大臣官房文書課長、内務省参事官、内務監察官、内務書記官、 大臣官房会計課長、県地理課長、県内務大臣秘書官、神社局長、復興局経理部長、県道政治部長などを歴任。1929年9月、衛生局長に就任し、1931年12月まで在任。1932年6月、福島県知事に就任。翌年7月には、宮城県知事に転じた。 仙台市防空救護団を組織。1934年7月、内務省社会局長官に就任し、1935年6月に内務次官となる。1936年3月に内務次官を辞任主体官。その後、第二本総面団連盟常任理事を務めた。戦後は、日本赤十字社副社長、日本社会事業協会副会長、 日本医療団生産人、社会事業会管理事長、再生会会長、著作権審議会長などを歴任した。ありがとうございます。